さあラッキーマンボさん、はい、あ、ラッキーマンボさんお願いします。さあラッキーマンボさん、準備もね、あ、出られる方も袖にいてください。ラッキーマンボさんもね、 あ、出ました。ラッキーマンボさん、これはお、ちょっとじゃあ自己紹介していただきますか。はい、はい、じゃあどっちがラッキーマンボなの。私です。私がラッキーマンボ。私がラッキーマンボ、山口から来ました。よろしくお願いします。お願いします。ラッキーマンボさん、ラッキーマンボさん、山口から、はい、どういうつながりで今日白石に、フッチーのは去年あの大の字さんのイベントに参加して、して、はい、いらっしゃいましたよね。そうです。でまた楽しくて、また今年もお会いしたいなと思って。なるほど。あ、そういうことで今日はちなみに2人でやられるということですかね。これは3人で。3人で、はい、あら、じゃあ何を歌いましょうか。ラッキーマンボウのカラスミ CM ソングというのがあって僕が作詞した歌で、プロの方がちゃんとあの歌にしてくれました。我々カラオケ大会って言ってるのにオリジナルで今日は行くっていう。そうなんです。なるほど。ラッキーマンボウカラスミのテーマソング、はい、あ、そう、はいはい、ちょっとじゃあちょっと楽しみですね。いいですね。あ、多分もうちょい真ん中にじゃあ何なのっていうことと、はい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 、あとカラスミの作り方と、はいはい、カラスミの味の特徴と、あ、じゃあ今日もちょっともしかしたら皆さん後で興味ありましたら、カラスミのね、商品はないんですか。商品はない。今ちょっと持ってないですね。商品は今はないけど、ちょっと真ん中にじゃあ、はい、ごめんなさいね、真ん中に、はい、行きましょう。さあそれではじゃあ、はい、ラッキーマンボさんで行きましょうか。準備大丈夫ですか。あ、しかもウクレレでやるんですね。あ、あの歌う用のじゃあ生演奏、私のこのマイクをね。さあ生演奏でいきましょう。もういいですかね。今ねマイクの本数が足りないみたいなんで、いいっすよ。少々お待ちください。少々お待ちください。グギゲますか？と笑っておきますんで。悪魔笑いです。ああ、悪魔なんですか。ジョルジョルです。悪魔です。なるほど。ジェルジェルのネタです。ジョルジョルです。大丈夫、いけます。あ、まあ、はい、じゃあいきましょうか。はい、ちょっとねお時間が押してますので行きましょう。じゃあ私のマイク、はい、私がずっとマイクフォローしますんで、はい、行きましょう。はい、スデちゃん行きます。ワンツースチャララ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 ラ、カラスミは出世魚の僕の卵からできている。ボラの卵、ボラの卵に一本の三大珍味、お酒のおつまみ、やっぱりカラスミ。一口食べるだけでお酒が美味しく飲めちゃうよ。カラスミはお酒に酔い人のおつまみさ。おつまみさ。カラスミはお酒によく合う。おつまみナンバーワン。カラスミの作り方、血抜きに一日塩漬け3日、塩漬け3日、乾燥3週間、慌てず切らがり待つのがポイント。食べるだけでお酒がまたまた飲みたくなるよ。カラスミはお酒に最高のおつまみさ。カラスミはお酒によく合う。ワンツースリーフォー。おつまみナンバーワン。ハソちゃん。
カラスミの特徴はいつのようにの子なんだ。君のような磯の香り、癖がないから料理に最適。一口食べるだけでお酒が欲しく飲めちゃうよ。カラスミはお酒に最高のおつまみさ。カラスミはアレンジ手料理。ワン、ツー、スリー、フォー、ハートフルナンバーワン。ラッキーマンボー、カラスミの店、丁寧な作業、真心込めて、真心込めてワクワクを盛りだくさん。一口食べるだけでお酒がまたまた飲みたくなるよ。カラスミはありがとう、あなたにもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ラッキーマンボさんでカラスミの歌、カラスミの歌の CM ソング、ありがとうございます。ありがとうございました。フルコーラスで、ね、まさかの4番までいきました。カラスミね、すごいですね。はい、メガネが曇ってしまいました。これね、メガネが曇った、メガネが曇った、こういう時はメガネが曇った。タンクトップワイパー山口のすみます芸人ドサケンさんの直伝のネタです。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。山口の風を運んでくれた、運んでくれました。ありがとう、山口に行きたくなりましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。お三方に大きな拍手をどうぞ。カラスミ、ちょっと皆さん興味ある人は話しかけてくださいね、ぜひ。はい、カラスミはおつまみ最高ですから。そうですよ、お酒ありがとうございます。止まらなくなるって言ってました。さあ、ラッキーマンボが終わりました。続いて、ラッキーマンボと関わってくださった皆様が共にラッキーでますます豊かさに満たされますように。この番組は国産生作り無添加カラスミのラッキーマンボウの提供でお送りいたしました。どうしてこんなに素敵なことが立て続けに続いているの。タン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 、ラッキーマンボウ、ラッキーマンボウ、無添加カラスミ出演、納期はベストタイミング。